おはようございます。炎造です。12月9日朝会よろしくお願いします。ということで、まずは自己紹介から、私、炎造と申します、えー。米系のシティバンク、A 系のスタンダードチャータード銀行などで25年ぐらい為替リーラーやってました。その後、銀行辞めて個人投資家やってます。まあ、その合間にこんな感じで情報を配信してますので、 えー、もしこの動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、まあ、昨日なんかはあまり材料がなくて、やはり来週待ちというところですよね。まあ、来週何があるかというと、えー、14日に、えー、FMC、15日に、えー、ECB と、えー、A ・中銀、でスイス・中銀と、えー、15日は3つ、欧州の中央銀行の政策金利発表があるんですよね。で まあ、メキシコもあり、えー、ロシアもありということで、えーまあ、中銀ウィークということで、まあ、その後再来週20日に BOJ があるわけなんですが、まあ、そこに向けてちょっと小動きかなというところで、直近はインフレ、えーと、どこまで金利を上げるかというよりは、景気減速がどうなるかというところが注目でしたよね。 でなぜかというと、まあ、もう金利はそろそろピークどこもピークだろうということで、えー、っと消費者物価指数等々もだんだん落ち着いてきてて、まあ、ようやくあの売り上げのペースあのそろそろあと12ヶ月で終わりかなっという感じになってきたんですが、まあ、その中でいろろな人からあそれより来年は景気減速だよという話になっててそれで、えーまあ、こんな感じで長期金利が。 アメリカの長期金利低下してきてということなんですが、まあ、今日は材料としては生産者物価指数とミシガン大学消費者信頼感があるので、まあ、ちょっとそこら辺は注目になりますよね、まあ、CPI の前哨戦という意味でですかね。 で最近の景気減速懸念というのは結構、アメリカ金融界の大物から、えー、発言が出ていました。まあ、昨日もお話ししたんですがあのバンコブ・アメリカのモイニハン、えー、CEO ですね、まあ、この方は23年前半から穏やかなマイナス成長になるのではないかというような発言をしましたね。 であとはデイビッド・ストロモン、えー、ゴールドマンの CEO なんですが、ソフトランディングの確率が35%ぐらいあるよみたいな、これ、ごめんなさい、25じゃなくて35ですね。えーある みたいな話ですあとは、これまた大物の、えー、ジェイミー・ダイモン、JP モルガンの CEO ですね。まあ、これこの方は、まあ軽度か重度かわかんないですけど、リセッションを引き起こす可能性は十分あるということで、やはりマーケットの注目がもうすでに金利からその景気減速になってきているというのが、ここのところの、この、 まあ、特に10年債の利回りですよね、急速に下げてますよね。で、まあ、その影響でっていうのが出,るのか出てくるわけなんですが、まああの、本当にインフレがピークを打ったのか、えー、今日の PPI とか、来週も FMC 直前に CPI ありますので、あんまり楽観的になってると、やっぱりマーケット、最近逆いきますので、そこはちょっと注意しとかなきゃいけないかなというところですね。 で昨日の指標としては、新規失業保険申請件数が22万6000から23万人、ちょっと増えてきたかなーというのは、やっぱり最初に人員を削減し始めたのがネット系の企業、やっぱりちょっとここのところ、非常にバブってましたよね、あのコロナ以降、まあ、そこらへんが人員削減に乗り出してきてるというところで、まあ、そこらへんが徐々に全体に広がっていく。あのー アメリカの雇用統計の話でもしましたが、 卸売りとか小売の本来であればこの時期非常にクリスマスセールがあるんで人を雇わなきゃいけないところが非常に先月は減少していたと、まあ、そこら辺もあるんでただこれに関してはあの動画を見ていらっしゃられるあのアメリカに在住している方からネットの方がもうかなりその小売の主流になってきているので、まあ、そういう意味ではそういうちょっと あの変動が起こってるんじゃないかっていうご指摘もあってまあそれも確かにそうだなというところがあるんで、えーとまあ、そこら辺はちょっとたん、あのー、そういう動きがになってる可能性もあるかなと思いますただ昨日は2年利回りも4.256から4.313に若干上昇、えー、ただ10年債の方はあのーまあ、引き続き低い水準にいたということで、まあ、金利低下 等々もあっってて、えー、指数揃って上昇という感じですね。即指数も上昇、ビックスも22.29ということで落ち着いていると、まあ、そんな流れになっています。じゃあ、えー、それぞれ見ていきましょうか。で、やっぱり金利はやっぱりかなり低下してきてますねという、これがや来年の景気減速を かなり織り織込んできてるのかどうか結構際どいところに来てますよというお話をき昨日も差し上げたかと思うんですがこの3%から3.5あたりっていうのが、えー、と下抜けするほど景気が減速するのであればちょっとまたいろいろな意味で、えー、ドルの大きな下落とか、うんあのー、意外に早く利下げ局面になるとか、まあ、それはまだまだ先の話なんですがそういう意味では再びこの 金利、これは2年債なんですが、それを見ていかなきゃいけない局面かなというふうに思います。まあ、いずれにし で、まあ、来週の FMC 以降ですよね。あとは、えー、そうですね、ダ、え、ウ、ー、が0.55%、ナスダックが1.1%、SP500 が0.75%上昇したわけなんですが、まあ、これも FMC 前ということで、えー、もう本格的にそこを打ったという感じでもないんで、日米ともに、えー、まだまだ、えっ、ー、と、ちょっと、えー、ここら辺は慎重に行きたいかなという感じがしますよね。まあ アップルとか、えーまあ、ここら辺のテクノロジー株は総じて、堅、え、調、ー、に推移ということで、えーまあ、そこら辺、あのー、変われましたよね、うんえー、あとは、えー、そうですね、エクソンモービルなんかも上昇、これは300億ドルの自社株買いを拡大ということで、まあ、この自社株買いがプラスに働いたというところです。 でフィアグリードインデックス、あんまり動いてないですね、57変わらずということで、ビックス指数もうそうです、若干低下したんですけど、22.68から22.29ということで、まあ、ただ、水準的に言えば20%台前半というのはあのー、マーケットがこの下落を心配するようなレベルでもない、ただ最近はこの30から35で暴落局面ですが、 えっと、あまり、この、ビッグ数と株価の動きっていうのがちょっと連動しなくなってきてる。逆に言うと、マーケットがあ,のある意味落ち着いてるっていうところなんで、ここら辺がまた来週に向けて、来週以降変動してくるのかどうか。まあ、いずれにしても12月なんでね、海外はね、来週終わったらもうおしまいっていう感じにもなるんで、まあ、そこら辺がボラティリティが低下してる理由なのかもしれないと思います。 あとは日経新聞。えー、と注目した、まあ、ーノ日産流納の交渉がまだ続いているというところですよね。あとは、やっぱり中国、ゼロコロナ緩和に景,景気回復がどれだけ、えー、とサポートできるか、まあ、ここら辺が、えーまあ、あの来年の景気回復っていう、あるいは景気減速っていう意味でも中国の動きっていうのは引き続き注目しとかなきゃいけないかなという感じがしますね。 あとは、そうですね、えーまあ、そんな感じかなというところですかね。はい、あとは、えー、ブルームバーグ、今日の5本ということで、えー、っと、まあ、これはロンドンなんですかね、ダブルデッカーっていうあの2階建てバスがございますよね、これね。で、英、えー、国のパブやレストランでクリスマスパーティーのキャンセル。 予約キャンセルが続いているということで、キャンセル率が30%ということで、オミクロンの領域ということで、ウイルスの拡大、変異株の蔓、ま、延した昨年のこの時期と同程度のよりいい予約の取り消しが進んでいますよというところで、まあ、ここら辺もちょっと,、えー、っと気になるところではありますよね。これ まあ、鉄道以外のストーも相次いでっていうところで海外はやっぱり物価上昇で、えー、ストライキーになってるんで、まあ、ここら辺が日本も日本はやっぱりまだそういう意味ではまだマシかなという感じですよねあと私ゲームはあんまり詳しくないんですがえっ、ー、と連邦取引委員会 FTC がマイクロソフトによるアクティビジョンブリザードっていう,う会社の買収 を,を認めない方針ということで、えー、買収が実現すれば、あのー、XBOX と競合する企業や急成長のサブスクリプションコンテンツクラウドゲームビジネスを誘圧するということが理由のようですよね。 あと不動産政策さらになんかもやっぱりこの中国の問題非常に重要ですよねあの習近平せあの政権が割とビジネスに対して厳しい姿勢どちらかというと共同富裕ということであの今までの格差を押し 縮めようみたいなそんな感じになってきてるんですが、まあ、その政策が行き過ぎてるのかどうか、まあ、そこら辺も含めて不動産とか金融にあるいはいろいろな企業に対する締め付けを緩めていくのかこれ今すぐの問題じゃないんですけど来年やっぱりここら辺中国の景気回復って非常に重要なポイントになってくるかと思いますあと2月以降の高水準というところですよね、あの失業保険あと女子バスケの選手があのあの結構この有名な方ですよね。 ロシアとの捕虜交換で あのになるとということでまあ、水面下でね、えー、とベロをいろいろ話し合ってると思うんですよね、ウクライナ問題も含めて、まあ、そこら辺がどうなるかということで、一つ思い出したのは、僕、このブリッジ・オブ・スパイというあの映画がありまして、これ、冷戦期にあのアメリカの撃墜された飛行機のパイロットとソ連のスパイを交換あの、ベルリンで交換するという話で、えー、まあ、あの、 トム・ハンクスがその交渉役になる弁護士の役なんですけど、まあ、この映画結構面白かったなという、それを思い出してしまいましたというところですね。はい、えー、っとやはり今日 PPI がありますので、これ、意外に重要かなと、ここで結構またあの変わった数字変わった、予想を上回る低下とか、意外に。 強かったなんかすると、少し動く可能性もあるんで、ちょっと注目しておきたいなということで、一応予想としては、えー、と前年比で6.7が5.9の予想というところですよね、で前月比では0.2変わらずということで、コア指数の方が0から0.2、前月比で上昇、前年比ではコア指数6.7から5.9というところですね。 ああの総合指数は8から7.2の低下予想ということで、これがどうなるか、あとミシガン大学ですね、ミシガン大学もあの消費者インフレ期待も出ますんで、これ4.9だったのがどうなるか、まあ、ここら辺が今日の注目材料かと思います。で うん今んところ株価を見ると、えー、指数、まあ今日 SQ なんですが、2K225 ミニ27,685円、えー、上昇しています。200円高ということで、相対的に堅調かなということで、ドル円は、はい、えー、まあ、 ピポットが136円の70ということで、137円の50から、えー、137円、中盤から138、ここ、やっぱり戻り高値で重要なとこですよね、ここ抜けないと、やっぱりドルの下落傾向、継続なんですが、まあ、136円あたりもちょっと堅いということで、またもの13、136円に丸70ぐらいのレンジかなと。 まあ、ユーロに関しては、えー、ユーロドル、今日1.0540がピポットなんですが、まあ、こちらに関しても、おやはり1.06のところは止まってますよね。うん。あのー、この1.0750くらい、1.08ゾーン、ここら辺も、おやっぱり、も、えー、み合ったんで、ゲラクス前。まあ、そこまで戻してきて、まあ、ここを、 FMC 前にやるのかどうか。まあそこら辺は、えー、ちょっと様子見なのかなという感じです。ということで、えー、この動画が良ければ、えー、いいねボタンぜひよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録もお願いしたいです。ということで今日も頑張りましょう。